ジャンミシェル・ヨンド・ケルマデックジャンミシェル・ヨンド・ケルマデックは18世紀のフランス海軍軍人、ブレスト出身。1776年に海軍に入り、フランスがアメリカ独立戦争に参戦した1778年以降、イギリス軍と戦った。1785年には中国に向かうアントワーヌ、ブルニー・ダントルカス島の航海に副指揮官として参加した。 太平洋に派遣されたラペルーズの探検隊が1788年に南太平洋で消息を絶ったため、その捜索のためダントルカス島少を率いる2隻のフリュゲートが派遣されることになり、大佐に昇進したケルマデックは、うち1隻、レスペランス号の艦長として捜索隊に加わった。1791年9月28日にブレストを出港し、 南太平洋の島々をめぐり、ニューギニア近海からオーストラリア沿岸にかけて探検調査を兼ねた創作の航海が行われたが、ラペルーズの行方について確かな手がかりは得られなかった。ケルマデックは公開中にかかった結核のため、寄港中のニューカレドニアで1793年に没した。 ニュージーランドの北東約 1000km に位置するケルマデック諸島は彼にちなんで名付けられている。また、タスマニアに自生するマキカのフォンマツ、ニューカレドニアに自生するヤマモガシカのケルマデシア族、ケルマデック諸島に自生する太ももカオガサワラ太もも族のメトロスイギローズ、カーマギセンシスなどの植物が彼にちなんで名付けられている。野口康置、世界第一子オセアニアス整備道、 メグロ書店を押し、1906年33ページ、ムシド BN12119662、ありがとうございます。